久保さん、今回、ギにしましょうか。ギギガのギいや、時代は進化しまして、ギガになりましたよね。なんかあのー、僕がパソコンを始めた時は、あのー、大学生の時か。あのー、えっとね、大学の学校のパソコンが、あのー、フロッピーディスクで、メガバイトだったと思うんですよ。で、今、ギガバイト。まあ、 なんだえー、だいたい、なんだあ、でも今テラスかね今テラが主流か。僕も今8テラ入ってるんですけど、ハードディスクはギガからテラがまあ主流になってきたかなっていうところで、まあいいでしょう。ギにしておきましょう。<laughs> まあ、何が言いたいのかっていうと、あの、まあ容量がね、まあこの iPhone とかもそうだと思うんですけど、どんどんその容量がね、 まあでもこれ、僕の iPhone512GB が入るんですけど、まあいいだ、512GB が。まあ、久保さんの iPhone どれぐらいの容量かわかんないですけど、iPhone もね、1TB のバージョンが今あるかな。うん。どう、どうですかね。あの、容量は増えてるんですよ、どんどん。同じ iPhone。多分重さだったり形あんまり変わってないんだけど、中、中に入る容量ってすげえ変わってきてるんですよね。要は増えてるんですよ。 でも、ここは変わってないですよ。どういうことかっていうと、人間の脳の大きさって変わってないじゃないですか、大した。じゃあ、100年前の脳の大きさと、今現代の人の脳の大きさ。じゃあ、現代になったから進化したから脳がね、こんなでかくなってね、顔が3倍になって、脳も3倍になってますっていうのはないですよね。アニメみたいなね、顔がめちゃくそでけえみたいなね。変わってないですよね。 人間の脳の大きさって多分本当に変わってないと思うんですよ。でも、これは、まあ、変わってるわけですよね。いかがでしょうか <laughs> うん、あなたの脳の容量増えてますかっていうところで、うん、あんま変わってないですよね。で、これ変わってない理由って何かっていうと、久保さんも今までお客さんの質問をね、たくさん受けて悩みに、こう、なんだ、 回答してきたと思うんですけど、10年前から、もっと前か。まあ、僕がサポート始めたのは17年とかそういうの前ですけど、まあ、質問内容変わってないんですよね。要は考えてること一緒みたいなね。<laughs> 悩むとこ一緒みたいな。<laughs> うーん。だから時代が変わって、まあいろいろ変わってるんだけど、人間だけが変わらないっていう。行動も考え方も変わらないと。未だにモチベーションが上がらないから行動できませんとかね。いや、でも、とかね。いや、 いやなんだ顔出しがどのこうのとか言ってるわけじゃないですか。うん。まあ、こうやって自撮りしててね、事件に巻き込まれることって多分ほぼないですよね。カメラから本当に燃え、カメラが燃えて火事になるとかね。あんまないですよね。<laughs> だけど、そう、秋葉原の、僕もね、あれは覚えてますけども、ね、死刑になったらしいですよね。死刑執行されたみたいで。うん。普通に歩いてて刺されるみたいなね。うん どっちの方が危ないんでしょうね。外に出て歩いてたら刺されるでもここのカメラに向かって喋ってる、まあ、まず刺されることはないですね <laughs> ねうん、まあ、久保さんがカメラ越しからこうビーって出てくるっていうこともないですし、うん、視聴者の方がなんか画面越しからこう出てきてナイフ持って出てくることもないしどっちが安全なんですかね まあ外にもあんま出ないしね。こう自撮りでこうやってればね。うん、まあコロナの感染リスクもそんなないだろうし、うん。そう。僕は車で結構移動することが多いんですけども。まあ時にはまあ飛行機も使うし、時には新幹線も使うんですけど。まあじゃあ車の一人で移動してて。 まあ、飛行率かもしれないですけど、移動時間かかる。まあ、飛行機に比べると移動時間かかるけども、飛行率かもしれないけど、誰とも接触しない。車の中でこう運転してる。うん、飛行率かもしれないけど、感染リスクない。あんまり。うーん。何ん,んでしょうね。<laughs> うーん。な時代は変わってるんだけども、あの、自分の,の考え方とか、うん、行動が、 変わってない人が多いので、まあきついっすよね、多分この先生きていくのは。うん、だって時代はどんどん変わっていくわけじゃないですか。例えば iPhone の容量がめちゃめちゃいろいろあるのに、結局使いこなせてないわけですよね。僕とかガンガン使ってるんで久保さんとかもそうだと思うんですけど、容量が増えれば増えるほどありがたいんすよねあ。いっぱい取れるみたいですね。<laughs> そうエイリアンのパソコン注文してもうちょっとで届きそうですね出る出るのその注文ステータスがあのもう工場から出荷したみたいになったんであのエイリアンパソコン僕ももうちょっとで到着しそうです、はい、でも海外からこう多分輸送するんでまあ輸送がね通常よりはまあかかるとは思いますけどステータスはもうなんか工場出荷みたいになってたんでそれもちょっと使いこなしていこうかなと思いますねうーん あなたの脳はギガになってますかテラになってますかまあ多分久保さんと僕の脳の容量はテラワイトぐらいにはなってると思うんですけど、さすがに。いってらっしゃい。